うお、めっちゃかわいいね。いいよ。ちっちゃ。これキジトラ、キジシロか。キジシロ。ねえ。ちっちゃ。お銀行みたいだな。おお。めちゃめちゃいるね。これ君クランみたいじゃん、この模様が。うお、どうした？ちっちゃいい気がいい。いや久しぶりだね。ちっちゃ。おい、うわ、うわ、かわいいね。ポンポンしとるわ。まだ2ヶ月ちょっと。お腹本当かわいい。8月12だから。おい、君は、君はキジシロの、君はキジシロの、はい、いいね、いっぱいいて、兄弟いっぱいいていいね。おお、うん、美味しい。ご飯に味噌汁をかけたそこにちょっと刺身とか入れて。あ、刺身、それは美味しいわ。豪華だね、うん、ちっちゃ。お腹ポンポンしてる。よちよちやな。これ本当の姿だね。ばあちゃんがその店である猫用の砂じゃなくて普通に湯崎の砂でやれって。ポンポンやねえか。こういうとこなら全然いいよね。めっちゃ食ってないこれ。いや、この間5月に赤ちゃんだったのね。すごいね。気に入ってるサンダル。この子がおとなしい子。この子がおとなしい子。この子が一番冷たくない。爪切るの難しい。そうだね。君はクランみたいな模様してるね。お母さんにか。こちらも白いのが一匹目で、わー、ね、髪の毛で、はい、鼻が3匹目で、うん、鼻が黒、全部黒に2匹。本物の砂だね。私、今日、ブルドッシュもらったんだよ。おい、入れちゃダメだぞ、入れちゃダメだぞ。じゃあな。お父さんがこの家にいるのか。